随分急な展開ね。あの化け物の正体知っておいた方がいいのかしら。ベノムと名乗っている。つい先ほどまでは私の友人である勇敢な若者のコピーのようだった。その下も雲に食わせてやろうか。あいつの遺産でマリにして秘蔵と一緒に食うのさ。そんなことはない。ヒドラにしたって弱い。私を見て学ぶ。成長してるぞ。俺たちに絡むはずがない。ここで待ってろ。巻きついてる。怒らせたみたい。
敵は増援を申し入れたようだ。今はまだあれの正体がわからない。ここは一旦退いて戦う準備を整えるべきではないかしら。そうだ、降参所の言われず今日俺たちの腹を満たせ。貴様、この剣よ。力がみなぎるわ。まだ息があるだけ運がいいと思った。あなたはどういう生物なの？敵の注目が私に向いている時間を活用して。マザーは俺たちに力を与える。マザーは俺たちを強くする。だから俺らはマザーを守り、お前らの肉を褒美としてもらうのさ。リリスがベジタリアンだったとはね。少しこれで有利に戦えるだろう。私の動きについてこい。後悔させてやるぞ。変形もできない哀れな奴らめ。痛みはまだ我慢できるけど、あのよく回る口は。後で痛ぶってやる。ここに来るべきじゃなかったな、チビハンター。お仲間も助けてくれないぞ。お前の魂はマザーが持っていきよう。ノーミス。俺たちのもんだ。Yeah!
私が有利になったわ。逃げるチャンスは十分ある。ヒドラのレベルも大きく落ちたものだね。多少は安心できるか。逃げられると思わない。待って、まだどんな相手かもわからないのに。親切な僕の助けが必要みたいだったからさ。スパイダーマン、エディ、一体どうしたんだ。また随分おっかない見た目になったな。舌だけでも気持ち悪かったのに。おっと、今日はご機嫌斜めらしい。貴様の顔を剥ぎ取って骨の髄までしゃぶり尽くしてやる。僕も会えて嬉しいよ。お友達は少し休んだ方が良さそうだ。僕がエリーを午後の散歩に連れてってあげるよ。大丈夫、あいつあれでも気を使ってるんだ。ご苦労様。たとえ未来になっても変わらずに残るものもある。あの目、何のことだ。自分自身と仲間の命を危険にさらしてまで牙を剥いて待ち受ける敵に勇猛果敢に突っ込み、ヒーローごっこに興じる。ファイアードラゴンの時を思い出すわ。ドラグーンよ。私の記憶はところどころ曖昧だけど、奴なら確かに倒したはず。そう、村一つを犠牲にして。ああ、そうか、わかったぞ、この目か。多めに見てやれ、大変だったんだ。ええ、もちろん。だからあなたに援護を頼んだ。スパイダーマンが来てくれなかったらもっと大きな損失が出たはずよ。サンクタムより？ワンダもだ。私が死ぬかもってことでしょ。母との永遠の聖戦にも今度こそ終止符を打って。大変な目に遭ったわね。今は無事に戻ってきてくれただけで十分よ。一応ね。続きはまたいずれ。少し休んで。